ねえ、総一くん。あれ、絶対状況が分かってないと思うわ。しかも、天然？どうしましょうか。何せよ、あんな子放っておけないわ。このまま一人じゃ危ないわ。早まったかしら。どうしました？はじめまして、鬼道渚と言います。陸島文香よ。はじめまして、姫萩さくみです。それでつかぬことをお聞きしますが。出口はご存知ありませんか？そうですか。ねえ、総一くん。やっぱり状況分かってないみたいね。一緒に行くんですか？あの、渚さん？よかったら私たちと一緒に行かない？私たちここから出るために協力し合ってるの。総一くん、あんたあの子に状況説明しておきなさいね。私は嫌よ、あのタイプの相手は。お姉さんの言うことを聞きなさい、坊や。
なるほど、やっとわかりました。爆発するから上に登りつつ、出口や首輪を外す方法を探す。これでいいんですよね。はい、結構です。じゃあ本題に入りましょうか。何、ソイチ君、お姉さんわからない。集合場所？でも1階から順に侵入禁止エリアになるようですから、どこって決めておくのは難しくはありませんか？でも、その時侵入禁止エリアの制約が迫っていたら？なるほどね。大丈夫かな。つまり、一人で困ったら北東を目指せば良いということでしょうか？じゃあ、はぐれたら北東の隅で集合。時間がなければ一つ上のフロアへ。それでオッケー？わかりました。はい。で、これからのことだけど。首輪を外そうと考えると避けて通れないことがあるかなって。こんな大事なもの投げないの。